うざびえるな頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ早速ね、今日も続きをやっていきたいなとは思うんですが、さすがにねこのペースでやってたらずっと伝説上の王政時代をやり続けることになりそうなので、もう潮の七海さんもびっくりみたいなね、感じになっちゃうと思うんで、若干飛ばし目にいきたいと思います。ただ今回ね、固有名詞というかいろんな人の名前がいっぱい出てきたりとかね、あと偶話みたいなのが何個かこう入っちゃったりしてるんで、ちょっとわけわかんなくなるかもしれないんですが、まあちょっと整理しながらやっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。アルバロンガとの決戦に勝利したホラティウス3兄弟とローマであったが、アルバロンガとの平和は長続きしなかったね。ホラティウス3兄弟がね、3兄弟同士の戦いで勝利を収めたことによって、まあなんか妹を殺しちゃうという悲劇もあったけど、一応ローマが勝ったんで、アルバロンガの支配権はローマがね持つような格好になったわけですよね。で一応平和を築いてはいたんだが、それが長続きしなかったということですね。ていうかあれってアルバロンガのディクタトール、ディクタトールって、独裁官のことですね。独裁官、要はその王様が亡くなっちゃったんで、そのディクタトール独裁官が急遽緊急的に設けられたんだけど、その独裁官になったメッティウス・フェティウスっていう人がローマ王と勝手にね、まあ、話し合って、まあその3兄弟の決闘で決めようぜみたいなね、話し合いをしてですね、まあそこを落としどころにしたっていう感じでしたよね。まあアルバロンガの民衆からしたらですね、そんなことは別に認めてないというか、そんな知らないわけですよ、そもそもね。なんでこんなことでローマに下らなきゃいけないのかっていう感じになるわけですね。まあそらそうだ、何その3兄弟みたいな。まあ確かにクリアトゥス3兄弟強かったけどさ、あの3人に全ての命運を任せちゃったの、それダメじゃないみたいなね、ところも出てくるわけですよ。しかもそもそも理不尽に攻めてきたのローマ側ですからね、それは納得いきませんよっていう。なんかすげえジャイアニズムを発動してね、トゥルース・ホスティリウスが攻めてきたんでしたよね。しかしアルバロンガ軍はどう考えてもローマには勝てない。そこでメッティウスは策を考えた。まあ、そもそもね戦っても勝てないからっていう的には頭を知恵を絞って、あの3兄弟の対決でもうこっちでここでなんとか勝てばね大逆転の可能性もあるっていうのにかけてたわけですけどね。民衆はそんなこと知らないですからね。だけどもまあメッティウス自身もね、もう民衆に煽られちゃってるんで、いやどうしたもんかなと。これでも真正面で当たってもどう考えても勝てないということで、いろいろ策を巡らせたわけですね。そうか、ここはローマの植民地となったフィデナやウェイに反乱を起こさせ、その鎮圧にアルバ軍が向かい、そこで寝返り一緒にローマ軍を倒そうというような策を巡らしたんですね。ありましたね、フィデナエとかね、ウェイとかね。フィデナエとかウェイってエトルリア人が住んでる町の一つなんですけど、まあそこをね、ロムルスが落としてたんですよね。まあ、当然ローマに対する不満みたいなのもいっぱいあるでしょうから、アルバロンガが手を貸すよと、今立ち上がれば俺らがついているから大丈夫大丈夫みたいな感じでね、うまく乗せて反乱を起こさせたんですね。そして実際に反乱が起こると、ローマ軍はウェイに、アルバ軍はフィデナエに向かい合う。ウェイに対してはローマが当たると、でフィデナエに対してはアルバロンガ軍が当たるという形になるんですね。しかしアルバ軍はですね、いきなりこう寝返ってローマ軍を攻めるでもなく、なんか山の上に軍を移動してですね、どっちが有利になるかの様子を見ることにしたんですよ。中途半端っていう。もういきなり寝返ってね、みんなで攻めりゃローマ軍一気に倒せそうなもんなのにね、そういうことはしないんですね。その様子を見たローマ軍トゥルス王は、内心ではあいつら絶対に許さんと思いつつ、あえて敵に聞こえる声で、これは作戦の一部である。あの山からフィデナエの背後を突くために迂回させている。こういうふうに味方に言うんですね。すると背後を取られてはたまらんと、フィデナエは背を見せ逃げ始めたため、そこにトゥルス軍が突撃し、壊滅させる。フィデナエの階層におじけづくウェイ軍。ね、隣にいたウェイもね、焦り出すんですね。その階層の様子を見て。そしてトゥルス・ホスティリウスは、そのおじけづいたウェイ軍に、そのまま突撃し勝利する。山の上で見ていただけのアルバ軍とメッティウスが平地に降りてきて、トゥルルスに勝利の祝いの言葉をかける。いやさすがでしたよトゥルルスさんとか言って、山からとことこ降りてきて、言ってくるんですね。トゥルルスも、
ああ、あなた方が山の上で睨みを聞かしてくれていたおかげで、助かったよ。陰銀に答える。翌日、戦勝記念と今後の会議ということでですね、まあ、全軍が集められてですね、まあ、ローマ王のね、トゥルルスが言うわけですよ。ローマの者も、アルバの者もよく頑張ってくれた。しかし、私はアルバ軍に山に登れと命令していない。明らかに軍規違反だ。どういうつもりだったのかはわからないが、あれは指揮官の責任だ。兵たちに罪はない。メッティウス・フェティウス。車咲き。車咲きですね。あの手と足をね、あの紐で縛って、それぞれの方向、全然違う方向にですね、こう馬が走り出して、腕とこう股を裂くっていうね、まあ、なかなかに残酷な刑ですね。まあ、ローマ建国史にはなんかこれが最後に、ローマではこういった残虐な刑はなくなりましたみたいなことが書いてありましたけどね。アジアではあるけど、ローマではそんな野蛮なことはもうしてませんみたいなね、書き方だったんですけどね。まあどうなんですかね、わかんないですけど。さあ、こうしてメッティウス・フェティウスが車咲きで、処刑されてですね、アルバロンガの町もですね、徹底的に破壊されたんですよ。ここなんで壊す必要あったのかよくわかんないんですけど、まあまあ、そのもう町自体壊しちゃってですね、全市民をですね、もうローマに強制移住させるんですね。この時にそのアルバ人の名門家系もローマ人となったとされてるんです。で、その中にですね、ユリウス家とかもいたというふうにされてるんですね。ああ、なるほど、ここで一緒になったんだっていう。だから、まあこの時にアルバ人をもう全員虐殺とかね、もう完全に粛清とかしてたらですね、カエサルもオクタビアヌスもいなかった、アウグストゥスもいなかったということなんですよね。さあ、さすがにこの辺から端折っていきたいと思います。倍以上にもう膨らんでしまったローマね、その人口がめちゃくちゃ膨らんじゃったと。ローマはですね、トゥルス・ホスティリウスのもと、さらにまあ拡大政策を取り続けて、戦争戦争戦争の日々になっていくんですよ。まあ、拡大せざるを得ないですよね、そんだけ人口を抱えちゃうとね。で、またウェイと戦ったりとかね、サビーニとも戦ったりすると。あ、ちなみにサビーニと一緒になったって言ってましたけど、まあサビーニの一部と一緒になっただけで、サビーニ自体はですね、まだ残ってるんですよね、サビーニの町っていうのはね。まああくまで一部と一緒になったよ、あのタティウスの王がね、ロムルスの方に下ってきたっていうのはなんか一部だったんですね。なんでサビーニとの争いっていうのはなんかこの後もちょいちょいあるって感じです。で、まあそんな戦争戦争戦争の日々の中ですね、市中ではそのローマの市内ではですね、あの疫病が蔓延したりするっていうね、そんなある日ですね、ドーン、トゥルルス王の家に雷が落ち、家ごと焼け死んだというどうやらユピテルの怒りだったようだって書いてありましたね。これだいぶ端折ってますけど、なんだっけな、なんか占いだからお祭りみたいな方法をですね、ちょっと普段とちょっと違うやり方とかしてですね、それで天罰が下ったんじゃないかみたいなね、書かれ方なんですけどね。まあよくわかんないけど、雷が落ちて、死ぬっていう。で、まあトゥルス王結構長いことやっててですね、32年間、王様でいたんですが、トゥルス王の治世はこうして雷に打たれて終わってしまったということなんですね。まああまりにも唐突ですけどね。そして次の王様はアンクス・マルキウスというサビーニ系の王様になります。この人アンクス・マルキウスはですね、沼の孫なんですよ。沼ポンピリウスの孫ですね、サビーニ系なんで、はい、このアンクス王はですね、ロムルスと沼のちょうど中間くらいの人だったっていうような評価のされ方をしてますね。ロムルスほど脳筋じゃないし、沼ほどこう文化に全振りみたいな感じでもないっていう感じですね。うまく平和と戦争を使い分けるみたいなことをやってたらしいです。なんかティベレ川に橋を架けたりとか、まあ土木工事頑張る系ですね、なんか塩田の開発とかもしたらしいですね。結構まあその戦争とかもやってたんで、戦争して、ティベレ川の河口のあたりもですね、抑えることに成功して、それによってですね、塩田とかを開発できるようになって、まあこう塩とかをね、自前で供給できるようになったというようなこともやってたみたいですね。で、まあなんかいろいろありつつですね、ラティウムとの戦争になるんですよ。これまあローマアルバロンガ潰して、アルバロンガを完全に吸収したわけじゃないですか。
だけどラティウムっていうね、あの元々のラテン人のラテン人ラティウム民族の母子みたいな、母の子みたいなところからするとやっぱりラティウム民族の親分はあくまでもラティウムであってローマではないでしょうという感覚なわけですよ。だしそのラティウム人のはみ出し者たちが作ったのがあのローマという町であって所詮田舎者に過ぎなかったわけですよね。それがだんだん力をつけてきて、もうラティウムに並ぶぐらいの力をつけてきたんで、もうあのどっちがもうその民族のドンかを決める構想みたいなね、のをずっとやってるような感じなんですよね。でまあそのエトルリア、その川の向こう側もエトルリアっていうね違う民族が住んでる、あの言語体系とかも全然違う人たちなんですよ。そのエトルリアとかとの本格的な外部との戦争をやる前に誰がこのラティウム民族のトップかを決着をつけるというような感じのことをアンクス・マルキウスはやってたと。でこのアンクス王はですねどんどん勝利を収めてですねラティウム全体を掌握するに至ると、だいぶ端折ってますが、まあそんな感じなんですよ。でそんなある日ですね、あの何の脈絡もないんですけど、巨大な荷車にですね、あの財産を満載した男がこうローマに移住してくるんですよ。おー、モテなーとか言いながらですね、やってくるんですね。でどうやらこの男はですねエトルリア人だというんですね、まあ自分でも言ってるんですね。エトルリアの町ではなんか居場所がなくなってしまって、まあ、結局流れてローマに流れ着いたと。めちゃくちゃあの荷物とか持っててですね、すげえもう金銀財宝積んでるみたいなイメージなんですよね。超金持ちなんです。でまあそんな男がローマにやってきて、まあこの土地なら誰でも出世できると聞きましたぞとか言いながらですね、まあ故郷で出世の道がこう立たれたんで、その野心あふれる富豪がやってきたというようなイメージですよ。新天地を求めて、ここで一発もう一発当ててやるみたいなね、これを元手に成り上がってやるみたいな、そういう野心家がね、急にやってきたという感じなんですね。元の名前は違ったが改名しタルキニウス・プリスクスと名乗った。タルキニウス・プリスクスですね。タルキニウス・プリスクスは金で人々の心をつかんだ。ローマの有力者たちをホームパーティーに呼んでは歓待するんですね。ようこそ、またいらっしゃいましたね。どうぞ楽しんでいってください。飯を食わせて酒を飲ませて女をあてがうみたいなね、もうそういうやり口でですね、あのどんどん人の心を掴んでいくっていう。ついに彼の評判は王宮のアンクス・マルキウス王のもとにも届く。タルキニウスはアンクス王にもめちゃくちゃ気に入られてですね、もうあの戦争中でも平時でもですね常に一緒にいるような間柄になっていくんですよ、タルキニウスとアンクスがね。ついにはアンクス王の遺言により王の子供の後見人となるんですね。アンクス王の子供がいるんですけど、その後見人になるんです。 まだその王の子供、アンクス王の子供はその年端がいかない子供だったんで、もうタルキニウス、お前俺の右腕だからお前が後見人としてちゃんと面倒見てくれよという感じになるんですね。そしてアンクス王の24年間の治世は幕を閉じ、まあ通常だとね、ここで一旦中間王政でつないで、その間に次の王を決めるプロセスに入るんです。トゥルス・ホスティリウスからアンクス王になる時も同じようなプロセスがあったんですけど、タルキニウスはですねできるだけ早く民会を開くように促した。アンクスの子供が成人する前に急いで、そして民会が開かれるとですね弁論をぶつんですね。私はこの町の王になりたい。確かに私は外来者だが、タティウスもヌマもそうだったであろう。アンクス王に長年仕え、ローマの法、典礼を学んだ。この町にかける思いは何者にも負けない。まあ民衆たちも驚いたでしょうね。え、王ってそんな感じで決めるやつだっけみたいな。確か元老院のおっちゃんたちがね、あのいろいろ議論してふさわしい人を見つけてくるみたいなシステムだったけど、みたいなね。でもまあタルキニウスはもう知名度も人気も抜群なんで、もうまあアンクスの右腕なわけですよ。もう常に王と一緒にいるみたいなね、ペアですみたいなね、キルヒアイスですみたいな感じなわけですよ。ヘファイスティオンですみたいなね、そういうポジションだったわけなんで、もうめちゃくちゃ人気で、結局民会でもう王に選ばれることになるんですね。こんな選ばれ方すんだっていうね。てかやっぱあのローマって
こう最初から王が世襲じゃないところがすごいですよね。でも多分それはたまたまロムルスには息子がいなかったんです。娘はいたんですけど息子がいなかったんですよ。でヌマポンピリウスにも息子いなかったんですね。だからなんじゃないかなって思う部分もあってですね、ロムルスに息子がいたらそっちに継がせんでしょ普通っていう感覚はやっぱ あるよなっていうかね。トゥルス・ホスティリウスの子供がいたのかどうかわかんないんですけど、まあ落雷で死んでますからね。いたとしてもすごい不吉そうで避けるでしょうし、でさっきの沼の孫のアンクスね、アンクス・マルキウス王が、まあ、王になって、息子も数人いたわけですよ。アンクスの息子は数人いたから順調にいけばその息子が王位につくのが、まあ、普通の感覚だったんでしょう。アンクスもそれを想像してたんでしょう。なのでそれまでの間のつなぎとしてタルキニウスが後見人となっててくれよっていうことを言ってたんですよね。だけどタルキニウスはもう野心がすごいから王になりたかったわけですよ。だからアンクスの子供が成人する前に民間に訴え出て、焦って民間に訴え出て自ら王に名乗りを上げたんじゃないかなという感じなんですよね。まああくまでね全部伝説上の話なんで、真に受けすぎるのもどうかとは思いつつ、やっぱりサピエンス、人間の人類のこう普通の感覚というか傾向性だと、まあ世襲になるんだろうなってことですよね。こんだけね、4,5 代続いてきてアンクスのところまで来て、やっぱりもうそこから世襲にしようとしてたわけですからね、まあ、それがまあ普通の感覚ではあるよな。だけど運命のいたずら的に世襲ができなかったというか、もうしれっとここでエトルリアの血が入った人間が王になるというね、面白いですね。タルキニウスはまあ純粋にエトルリア人というか、エトルリアとコリントのハーフだったと思う、まあギリシャ人の血も入ってるんですよね。はい、まあまあそういう感じですね。うん、面白いですよね。さあそんな風にしてね、まあものすごくイレギュラーな形で、王になったタルキニウスはですね、引き続きラティウム全体の平定や、まあ、サビーニの反乱などに対処して、着実にローマの地盤を固めていくっていうような作業をしていくんですよ。まあ、サビーニからさらにこう土地を削り取って拡大することにも成功すると。で、また何の脈絡もないんですけど、ある日世にも奇妙な事件が起きるんですね。みなしごであった少年セルウィウス・トゥリウスっていう人がいたんですよ。もう名前が多すぎてわけわかんなくなるかもしれないですけど、まあ、その辺はもう気にしないでください。まあ、セルウィウスっていう、まあ、子供がいたんですね。みなしごだったと。で、彼は、まあ、タルキニウスの奥さんによって、まあ、みなしごだったけど、養われてたんですよ。で、そんな、セルウィウスがですね、まあ、寝ていると、急に突然、その頭から炎が昇ったって書いてあってですね。よくわかんないですけど、どういう状況かわかんないですけど、炎が昇った。慌てて周りの人間がなんか炎をそれ消そうとするんですけど、うわ大変だみたいな、燃え移ったらどうしようみたいな感じに、それはなるじゃないですか。だけどなんかその奥さんがですね、タルキニウスの奥さん王妃がですね、待って、目覚めるまで動かしちゃダメみたいな感じで止めるんですよ。なんかそのタルキニウスの王妃って、まあ最初からなんですけど、なんかすごくこう神がかったところがあってですね、まあタルキニウスがこうローマに来る時とかもね、ハゲワシがあそこにいるから、これはもう神のお導きよみたいなことを言ったりするようなキャラなんですね。そういうタイプの人なんですね。その王妃がね、セルウィウスの頭の炎を消すのを止めたと。ずっと燃えてるんですよ。するとそのまま炎は燃え続け、セルウィウス少年が眠りから覚めると自然に炎も消えた。王妃はタルキニウスに言う。これは何かのお告げだわ。あの子がきっと王家の光となり守りとなるでしょう。以来タルキニウスたちはですね、もうその少年をもう実の子のように見なして、もうあらゆるリソースをぶち込んでセルウィウスを王家にふさわしいものとするようにもう仕込みまくるんですよ。セルウィウスは才覚あふれた青年となっていくんですね。でまあそれだけね、すごい才能あふれた青年になったセルウィウスはタルキニウスの娘と結婚させて、まあ名実ともにもう王家のものとなると、まあ、婿養子に入ってくるというような感じになるんですね。ではタルキニウスには他にもっていうか、まあ、そのセルウィウスはまあある意味養子縁組したような形じゃないですか。
だけど実の子供息子が2人いたんですけど、もうそれら あの子供実の子2人を差し置いてですね、もう元老院でも民衆の間でもセルウィウスの人気ってすごくてですね、息子たちを差し置いて次の王はセルウィウスを置いて他にいないだろうと言われるほどになっていったということなんですね。ここまたさらにややこしいですけど、まあタルキニウスの子供たちもいるし、そのタルキニウスの前の王様アンクスマルキウスの子供たちもいたじゃないですか、ね、本来前の王のアンクスはタルキニウスがアンクスの子供たちの後見人となってほしいっていう話をしてたのに、タルキニウスプリスクスが王様になっちゃったんでしたよね。そもそもよそ者であるねタルキニウスが王になってる時点で面白くないのに、いやお前後見人の分際で何でお前が王になっとんねんみたいな話なわけですよね。しかもセルウィウスとかいうなんか本当にどこの馬の骨かもわからんやつがこのまま行くと次の王だとみたいな感じになっていくわけですよ。だからこのセルウィウスはすごいこのアンクスの子供にも恨みを買ってるし、タルキニウスの実の子供からも恨みを買うようななんか構造になっちゃってる。別にセルウィウス自身は悪くないじゃないですか。自分はなんかみなしごと拾われてなんか頭から炎が持ってそれを消すなとか言われてなんかそれで うまいこと育てられてですね、すごい利発だったんでうまく出世できたっていうだけな話で、なんか前の王と現王の子供たちから恨まれてるみたいな構造になるんですね。でまあ この時はですね、そのアンクスの子供たちがですね、これはローマの恥であると、もうどこの馬の骨とも知れないやつが次の王になるなんてもう絶対に許せないと、アンクス・マルキウスの息子たちは剣で恥を過ごうと決意する。はいはい出ましたって感じですね。彼らは斧を持った羊飼いを雇い入れ王宮の前で口論させた。なんか羊飼いを2人雇ってですね、その門の前でですね、口論させるんですね。なんだお前この野郎とか、ぶっ殺すぞとか、ね、おめえこそてめえが悪いんだろうがみたいなやり合わせてですね、そしたら門番がこう、なんだなんだ王宮の前だぞとかってこうやってどけようとしてくるんですね。そしたらその口論してる2人がですね、王を出せ、王にどっちが正しいかさばいてもらうよみたいな、ね、わめき散らすんですよ。なんかそんなこと言ってまんまとこう王の前に出ることに成功するんですね。いや成功するかって感じですけど、まあまあ成功したんですよ。でまた、ね、こうタルキニウス王の前でもですね、またこう喧嘩を始めてですね、まあ落ち着け一人ずつ喋りなさいみたいな王が言うとですね、まあ一人がまあ落ち着いてね、いや実は聞いてくださいよ王様、こんなことがありまして、もうマジで大変だったんですよ、こいつマジ絶対許せないんですけどみたいなことをこう喋り始めるんですよ。で王がすっかりですね、その喋り出した一人の方にこう集中してふんふんって聞き始めたその時ですね、ブンっつってもう一人が斧を投げてですね、ヒュヒュン王の頭をかち割る、ドンってピューみたいな斧刺さっちゃうんですね、タルキニウスの頭にね。大騒ぎになってですね、まあ結局犯人二人は捕まるんですけど、まあ瀕死のタルキニウスにですねセルウィウスがこう駆け寄っていってですね、父さん父さん、タルキニウスはしばらく生死の間をさまよい、その間セルウィウスが王の代行者として働くこととなるんですね。タルキニウスはそのまま、まあ斧刺さったままですね、結局亡くなってしまうんですが、まあ、その働きぶりからですね、もうセルウィウスが元老院の決裁のみで王に承認されると、まあまあこれもともともう規定路線みたいなところがあったからね、しょうがないですよね。そして首謀者であるアンクス・マルキウスの子供たちは結局亡命することになるんですね。まあ捕まりそうになったんで、もう真っ先に亡命してしまったということなんですね。だから本当はセルウィウスが王になることも許せなかったんだけど、そこまでは止めらんなかったわけですよね。結局なんかいまいちうまくいかなかったっていう感じですよね、この計画的にはね。タルキニウスを別に殺したかったわけではないんだけど、その後セルウィウスのことをどうこうすることもできずに結局自分たちが亡命しちゃうっていう、まあある意味失敗に終わるという感じですね。はい、まあこうしてセルウィウス・トゥリウス、まあもともとはみなしごのねセルウィウスが王様になると、これで一安心かと
思いきや、まあ、当然ね、あのタルキニウスの子供たち2人も面白くないわけですよ。いたね、タルキニウスの子供たちもね。そうそうそう、両方から恨み買われてたんですよね。いや、なんでセルウィウスなんと、親父と血もつながってないのに、ただ拾ってきた子供なのに。まあしばらくの間はですね、それも表立ってなんかこうどうこうなることもなくですね、あの近隣のウェイとの休戦条約みたいなのも切れたためにですね、あの戦争で結構忙しくなったりしてですね、そこでもセルウィウス王が活躍して、名声を欲しいままにしてた。まあ戦争も強かったんですね、セルウィウスね。まあ表立ってそんな問題が出てこなかったと。でセルウィウスはですね、内政でもかなり活躍していてですね、セルウィウス制度っていう、もうセルウィウスの名前がそのまま入った制度というね、まあその身分制度みたいなのを整備したりもしてるんですよ。あのギリシャでいうソロンの改革に近い、財産政治みたいなのに近いようなことをやっているんですね。ある程度富裕層からこう貧困層への再分配政策みたいなこともここでやっていると。まあセルウィウス自身がもともとこうみなしごでね、貧しい出だったんで、多分貧困層に対するこう同情というかね、あの共感みたいなところも強くてですね、その再分配政策みたいなのもあまり抵抗なくやることができたっていうような感じなんだと思いますね。まあ細かくはいろいろあって面白いんですけど、まあちょっと細かくやるとわけわかんなくなるんで、一旦まあここ端折ってですね、またいつかまとめてセルウィス制度とかもやりたいと思います、取り上げたいと思います。まあ財産政治っぽいのがここでね、導入されたんだよみたいな、身分制度みたいなのがね、ここであのちょっとできてきたんだよみたいな感じで思ってください。あと戸籍制度みたいなのもセルウィウスが導入します。はい。でまあ、あのそういえばセルウィウスは元老院の承認だけで民会の決議を経てなかったんでしたね。改めてなんか民会に王を承認するかどうかっていうのを尋ねたところですね、もうこれ以前のいかなる王にも及ばないほどの賛成を得て、セルウィウスは改めて王として承認されることになるんですね。でこのことでですね、タルキニウスの子供たちはますます焦り出すんですよ。もうほっとけばこう罰却を表してすぐに王の座から滑り落ちることになるだろうと思ってたのに、ますます人気になってるじゃないかと。でタルキニウスの兄弟のもとにはですね、セルウィウスの、ここもまたややこしいんですけど、セルウィウスには娘が2人いたんですね。息子はいないんですよ。いないんですけど、娘が2人いて、そのセルウィウスの娘をタルキニウス兄弟のもとに嫁がせて、もうあの家族にしてたんですよ。同じ一族の仲間だよねみたいな感じにしてたんですよ。これはもうあのセルウィウス自身もこうタルキニウス の, あの兄弟から恨みを買ってるなっていうのは当然分かってたんで、まあ政略結婚ですよね。政略結婚として、もう身内にしとくことで敵外心を削ぐっていう目的があったんですけど、これが大いにあだとなるんですよ。もう逆にそこまでみたいな感じになってくるんですけど、タルキニウス兄弟の2人はあの性格が異なってですね、劇場タイプ、すごい激しいタイプと温和なタイプと2人いたんですよ。でセルウィウスの娘、2人とも名前はトゥルリアっていう名前なんですけど、まああのね、この古代だと名前が一緒みたいなことってよくあるじゃないですか。あるんですけど、トゥルリアっていう名前だったんですよね。でこの2人、セルウィウスの娘2人もこれまた劇場タイプとすごい激しいタイプと温和なタイプの2人だったんですよ。でそのさっき言ってた政略結婚によって、タルキニウス劇場タイプとトゥルリア温和タイプが結婚して、タルキニウスの温和なタイプとトゥルリアの劇場タイプが結婚したんですね。要は性格が逆の者同士がこう結婚したということなんですよ。でこのうちですね、このトゥルリア劇場タイプがもうやべえんすよ。やばすぎる。多分歴史上でもなかなかのやばさだと思いますね。まあ、その温和な夫とタルキニウス温和タイプとですね、性格が合わなすぎてですね、愚痴ばっかり言ってるんですね。まあそれだけならまあね、よくある話だとは思うんですけど、タルキニウス劇場タイプをですね、もう逆にこう持ち上げ始めるわけですよ。さすがあの人は王家の息子なだけある、うちの夫とは全然違うわ、あー羨ましいみたいな。もう怖いっていう、もうこの時点で怖いんですけど。そしてトゥルリア劇場タイプがですね、タルキニウス劇場タイプに徐々に徐々に近づいていってですね、まあまあもうね、
まあ男と女の関係なんで、しょうがない部分もあるとは思うんですけど、こう密会を重ねるようになるんですね。まあシンプル不倫ですよね。はい。しかも兄弟同士のっていう、お姉ちゃんの旦那を寝取るみたいな感じになってくるんですね。あ、この劇場タイプが妹なんですけどね。はい、ある日トゥッリア劇場タイプがですね、このタルキニウス劇場タイプに言うんですよ。この密会をしてる最中にですね。ねえ、私不幸なの。不釣り合いな相手と結婚させられて、なんというかあの人無気力すぎるのよね。こんなことなら私は夫を持たず、あなたも妻を持たない方が良かったのかもね。ごくりって、ここからが怖いんですけど、こう原文ままいきますね。彼女は持ち前の無謀を若い夫に吹き込み、その気にさせる。タルキニウス・スペルブスとトゥッリアはほとんど間を置かずに葬儀を営んで、両方の家に新たな結婚の余地を作ると婚礼を挙げて結ばれる。って書いてあるんですけど、まあ、ちょっとよく分かんなかったかもしれないんですけど、まあ、あのタルキニウス劇場タイプはタルキニウス・スペルブスっていうんですね。要はこれタルキニウス劇場タイプが、まあ、トゥッリア劇場タイプにこうそそのかされて、自分の妻と兄弟を殺してトゥッリア劇場タイプと結婚したっていうことなんですよ。もう表現が不気味すぎるだろみたいな。両家の家に新たな結婚の余地を作るってなんだよ、不気味すぎるだろみたいな。もう淡々としすぎてて怖いっていうね、あの冷たい熱帯魚みたいな、あの透明にすれば大丈夫みたいな、透明にしちゃうよー、怖そうそう、トゥッリア透明タイプだったんですね。はい。でこの劇場タイプ同士で結ばれた2人なわけですよ。そして今度トゥッリアですね、なおさらこう夫を焚きつけてですね、男なら当然に、王家に生まれたなら当然に、王座を狙うべきよね。言うんですよ。そしてもうその気になりやすい男、タルキニウスですね。タルキニウス・スペルブス。そうか、そうだ、俺は王になるべき男だ。自己催眠のようにも言い聞かせてですね、あの、元老院のパトレスたちに取り入るべきですね。あの、例の贈り物でですね、心を引いたりですね。まあまあ親父がやってたことですよね、これね。まあ元王のね、セルウィウスの悪口を言ったりしながらですね、まあこう徐々にこう支持を広げていくことに成功するんですよ。まあ前の王の息子ですからね、仮にもね。しかも元王の娘と結婚してるわけですから、まあ権威は相当なものですよね。そしていよいよ結婚の日、タルキニウス・スペルブスは兵を従え元老院の中へ押し入ると、周りの者が恐怖に立ちすくむ中、つかつかと歩みを進め、自ら王座に座ってしまうっていう。まあセルウィウスはその時あの そこにいなかったんです。ちょっと留守にしてたんですね。そしてあのタルキニウスがですね、王座にこう座ったままですね、王座から元老院のパトレスたちを召集してですね、その場で訴えた。奴隷女の生んだ奴隷風情が中間王政も経ず民会の承認もなく王位を手にしたのだったな。富裕なものから金を奪い、下賤なものに金を配る。こんなふざけた政策も、自らが下賤な出だからだろう。まあ、こんな演説をしてる最中にですね、そのセルウィウスが駆けつけてくるんですよ。あの、大変なことになってるみたいな話を聞いてですね。で、バーンっつって。一体これは、タルキニウス、何事か、なぜ王座に座っているなぜかって。我が父親の王座は私が保つ。奴隷の子と王の子、どちらが王座にふさわしいのか、聞くまでもないだろう。元老院には民衆も集まってきていたんですね。で、まあ、あの、双方、まあ、それぞれ支持者がいたらしいんですけど、まあ、それぞれの支持者から、わーって、タルキニウスさーみたいなとか、あの、セルウィウスさーみたいな、あの、歓声が上がってたらしいですね。年齢的にはですね、セルウィウスはもう老齢でですね、タルキニウスはまだまだ若いんですよ。タルキニウスは若さに任せて、セルウィウスの体を真ん中あたりをつかみ、高く差し上げると、階段の下の方へ投げ飛ばす。物理的に投げ飛ばすんだっていう。で、ドローン、セルウィウス転がっていってですね、もうセルウィウスは半死半生の状態になって、
みたいな状態で家へ引き返そうとする途中に死角によって殺される。しかもこの死角はセルウィウスの実の娘であるトゥッリアによって送り込まれたと言われている。もう父殺しですね。しかもですね、このトゥッリアはですね、その殺した、父親の死体をですね、馬車で通過して わざとその死体の上を馬車で通過して死体を凌辱するというかね、踏み潰すっていう行為をやってるんですよね。いや、何なんすかね、わかんないですけど、まあまあその残虐属性をねトゥルリアに与えたかったんでしょうけど、うん、こうして44年間もあったんですね。44年間にわたるセルウィウスの王位はその娘と義理の息子に簒奪された。タルキニウス・スペルブスは王位につくとセルウィウスの葬儀を禁止し、セルウィウスの支持者たちを粛清した。彼は元老院の承認も民会の承認も得ないまま王位についた。彼の頼みは武力しかなかった。常に身辺に兵をはべらせ、恐怖により王位を守らねばならなかった。裁判も全てタルキニウス・スペルブスが裁く。彼が疑わしいと思う人たちは全員犯罪者となる。大粛清により元老院のパトレスの数も減少したが、補充も行わず、そもそも元老院に諮問することもしない。これまでの伝統を破り、一族老頭だけで公務を切り回した。戦、平和、盟約、同盟を人民の決議なく元老院に諮らず、自身の一存で望む相手と取り結び、あるいは破棄した。もういかにも選手って感じですね。タイラントって感じですね。そう、ここでね、元老院の数が減ってるんですよね。これもなんか後々キーポイントになってくるんですけどね、追放されただけで、補充されなかったっていうね。このタルキニス・スペルブスのスペルブスっていう名前は後世付けられたもの、なんか放慢っていう意味なんですよ。放慢王タルキニウスっていう、まあ、揶揄する意味があるんですね。それだけまあろくでもない政治をしてたっていう印象だったんですよね。でもタルキニウス・スペルブスはその同盟とか盟約とか婚姻関係とかの使い方がなんか異常にうまくてですね、独自のネットワークとかをこう築き上げていくんで、なかなか手出しができないんですよ。中でも当時派遣国、地域派遣国であったエトルリアとすごくうまくやるんですね。まあエトルリアの血も入ってるしね、まあ、ずる賢いというか抜け目ないというかね、まあ、ただバカで放慢なだけだったらまだマシだったんですけど、意外と賢いんですよね。当然あまりにも横暴なので王打倒を掲げて立ち上がる人物もねいたんですけど、もう返り討ちにあってですね、なんかもう川に死体を吊るされてね、まあ、王の命令で市民には石を投げつけろみたいなことを言われてですね、死体に向かって市民たちが石を投げるわけですよ。でその石を投げた市民を王が褒めたたえるみたいな、よくやったぞみたいなね、そういう地獄絵図となっていくんですね。しかもタルキニス・スペルブスは戦争に強いんですよ。これもね、なんか義兄とか計略とか策謀みたいなの使って騙し討ちにするみたいなことが異様にうまいんですね。でそういうのをこう駆使しつつ領土の拡張にも成功し、手にした戦利品でエトルリアから優秀な技師を呼んだりしてね、技術者みたいな人たちを呼んだりして、ローマに巨大な神殿とかね、まあ、円形競技場を作ったりとかね。でそのために多くの労働力を徴用して大規模な工事をしてるのはいいんだけど、まあ、その分平民たちはこう疲弊していくんですね。大規模な開発により資金が底をつき始めていた。次の戦争だ。戦争をして稼いで、それを開発にぶち込んでみたいなのを繰り返してたって感じなんですね。次はルトゥリ人との戦争ですね。ルトゥリ人ってトゥルヌスの民族ですよね。アエネイスに出てきたトゥルヌスが王様であった民族ですね。ルトゥリ人。ルトゥリ人はこの時なんか抜群に金持ちだったっていうふうに言われてたみたいですね。まあこれを、ルトゥリ人をね、攻略することで、まあ金で平民たちの不満もね、ごまかそうとしたと
いう感じなんですが、まあ一撃で落とせるだろうと、うまいことをね、まあ今までずっとね、戦争もうまくいってきたんで、一撃で落とされるだろうと踏んでたんですが、なかなかうまくいかなかったらしいんですよ。ルトゥリ人結構あの頑強に抵抗してきてですね、まあしょうがないんで包囲作戦を取ることにしたと。で、こう、ま、ルトゥリ人のね、こう町をね、包囲していたんですけど、まあ包囲作戦ってどうしても長くかかるじゃないですか。包囲作戦もこう長く続くとだんだん気が緩んできてですね、夜になるとまあみんなでね、あの酒を飲んでは騒いで、いるみたいなのをもう繰り返してたわけですよ。で、いつも通りこう宴会をしているとですね、タルキニウスローマ軍の中でですね、誰の妻が一番美しいかの自慢大会みたいなのが始まるっていうね、またなんかこう脈絡のない話が急に始まるんですけど、そういう感じになってくるんですね。で、俺のもう嫁さんが一番に決まってるっつって大見え切った男がいたんですよ。それがコラティヌスっていう人物でですね、まあ、彼もタルキニウスの一族のものであるんですよ。まあ、あの直系の息子とかではないんですが、まあ、一族のものですね。で、まあ、仲間たちですね、そんなに言うなら今すぐ嫁さんに会わせろみたいなノリになるんですよ。あのもう斜面見せろよ的なノリでですね、本当に馬を飛ばしてですね、そのコラティヌスの家まで帰ってきて、その嫁さんを仲間たちに見せるっていう動きをするんですね。あの戦争中ですよ。そこの包囲網をですね、あの抜け出してですね、嫁を見せに行くっていう。嫁さんの名はですね、コラティヌスの嫁さんの名はルクレティアという方ですね。まあまあ、それは綺麗な方だったそうなんですね。そんな急に見せてくれとか言われても、たまったもんじゃないですけどね、ルクレティア的にはね。なんかその時もですね、その女奴隷とかと一緒にまあ家事をしていた時に、急に夫コラティヌスがね、あの戦争行ってたはずなのに急に帰ってきてですね、ほらうちの嫁さん別品だろうとかって、あの仲間たちに見せつけるっていうね、いうことをやるんですよ。その仲間たちの中にタルキニウス・スペルブスの息子もいたんですね。めんどくさいんで、ここからあのタルキニウス・スペルブスのことをスペルブスって言いますけど、スペルブス息子は、ああ確かに間違いない、こんなに美しい女性を見たことがないよギラみたいになるんですね。数日後、まだ包囲作戦が続く中、スペルブス息子はいつの間にか軍から抜け出し、密かにルクレティアの家に向かう。客人としてもてなされ、食事の後客用の寝室へ通されると、突然ルクレティアの方に向かって剣を抜き、私はタルキニウス・スペルブスの息子だ、声を立てると、命はないぞ。その恐怖に乗じ、さしも堅固な定説を情欲が勝利者さながら圧倒し、女性の誉れを奪い去った。いや、もうシンプルにクソ野郎だろっていうね。その親族の妻をもう剣で脅してレイプするっていう、ただのクソ野郎です、はい。ルクレティアは父親と夫コラティヌスに知らせを送る。信頼できる者一人ずつを連れて今すぐこちらに来てほしいです。慌ててルクレティアの父親と夫コラティヌスが駆けつけると、コラティヌスが元気かと聞くと、ルクレティアはちっともで答えるんですね。センスゼロかっていう。レイプされた妻に会って一言目に元気かはないわって。元気なわけねえだろ。ルクレティアは憔悴しきった様子で言う。女がミサオを失ってどうして元気でいられましょう。あなたの信頼に他の男の後がついています。でも体が起こされただけ。心は潔白です。死んで証明します。コラティヌスとかね、父親は、いや、そんな必要はないっつって、お前に罪はない、そんなことは言わないでくれ。しかし、ルクレティアは、どうか、あなた方は、あの男に、負わすべきことを見定めてください。この私は、たとえ罪を逃れても、罰からは逃れはしません。この後、不貞な女性は誰一人、ルクレティアを引き合いに出して、生き延びることは、ないでしょう。そう言うと、衣服に忍ばせた短剣を心臓へ打ち込む。そして前のめりに傷口に覆いかぶさり倒れ果てた。夫と父親は声を上げて泣いた。ねえ、こうして亡くなってしまうんですよ、ルクレティア。なんか最後のさ、
不貞な女性は誰一人ルクレティアを引き合いに出して生き延びることはないでしょうとかさ、そういうのやめてくれるって感じしますけどね。でも多分リビウスが生きた時代はこの感覚だったんでしょうね。女性がその定説みたいなのを奪われちゃったら死んだ方がいいみたいな感覚だったでしょうね、まあこういう言い方をしてるってことはね、まあそれも恐ろしいなっていう感じですけどね、いやどう考えてもあのクソ息子のせいだろうって感じですけどね。一同が悲嘆にひしがれる中、父親が連れてきた男ユニウス・ブルータスがルクレティアの傷口から短剣を引き抜くと、血の滴るまま身の前にかざして言う。王家の者の不法の前は低粛無比だった。この地にかけて私は誓う。私はタルキニウス・スペルブスを、彼の妻を、その子らの血筋を剣で火で今後我が身に与う限りの力で追求しよう。この者どもにも他の何人にもローマで王たることを許すまい。ねえ、言うんですよブルータスね。急に出てきたけど、まあルクレティアのお父さんがね連れてきたブルータスね。ブルータスはタルキニウス・スペルブスの姉妹の息子なので、タルキニウス・スペルブスの甥にあたるんです。まあだから一族ではあるんですけど、まあそれを言ったらコラティヌスもそうなんですよね。そうそう、まあなので、まあこんな感じでね、まあ絶対にねスペルブスをぶっ殺すということをブルータスが言い出してですね、さらにもこう他の何人にもローマで王たることを許すまいみたいなことを言ってるわけですよね。ああなるほど、ああもう王ローマで王たることはあってはいけないという感じまで行くんだっていう感じですね。このような演説をですね、まあそのブルータスが民会の場でも行ってですね、日頃からねもうスペルブスに対してはもうみんな労役とか恐怖政治によってねもう憤ってきてたわけなんで、もうその民衆の怒りも沸点に達したんですよ。民会で王の追放が決議される。こうしてユニウス・ブルータスを中心とした王討伐軍が結成される。今王はねスペルブスはルトゥリ人を攻めているね、真っ最中ですからね。このような騒動があることを知ったタルキニウスは慌ててローマへ向かった。まあルトゥリ人との戦争中ですからね、全軍で行くわけにもいかず、わずかの手勢でローマへ戻るが、ローマの門は固く閉じられ、ローマは王を追放したと告げられるんですよ。バーンって閉められてて、王は追放した、ローマに王はいらない、みたいな、みんなバーって言ってんだけど、スペルブスもですね、手勢が全然いないんでどうにもできなくて、結局ですね、スペルブスは懇意にしていたエトルリアへ亡命することになってですね、まあもともと彼はねエトルリアの血筋ですからね。こうしてあっさりと、割とあっさりと、なんかそんな戦争とかすることもなく王の追放に成功するんですよ。そしてルクレティアをね手ごめにしてしまったスペルブスの息子は、まあスペルブスが攻略した別の町にですね、まあ自分の王国であるかのごとく入城したらしいんですけど、まあもう自分たちの支配下だった町にね、もう普段からのですね民衆の深い恨みによって殺されるっていうね、まあ、ざまあみろですよね。こうして25年の長きにわたるタルキニウス・スペルブスの統治も終わり、ローマにおける王政そのものもまた終わりを告げる。共和制ローマの始まりですね。なるほど、こうやって王政は終わっていくんですねという感じですね。はい、ちょっとね、今回固有名詞とか多すぎたんでちょっとざっと振り返っておきましょうか。王政自体をね、ちょっとざっと振り返っておきましょうかということで、まあ初代王はロムルスですよね。祭りで近隣女性を集団拉致ってね、襲ってきた近隣の町を返り討ちにして勢力を拡大してね、しかしサビーニはね、強かったんですよね。でサビーニと一進一退の攻防の中、女性たちがこう割って入ったことで和議を結んで、サビーニ王タティウスとね、ロムルスでローマを共同統治していくことになると。でもタティウスは割とあっさり死んでしまって、ロムルスがその後も武力で勢力を拡大していくと。そして嵐と共に雲間に消えて残されたのは空の王座、急にねいなくなってしまうロムルス。
そして中間王政となりサビーニから若干無理やり連れてきたヌマ・ポンピリウスが戦争を一度も起こさずにローマ人にこう敬虔さとか道義心みたいなものを授けていくことに成功すると。で第3代目の王はトゥルルス・ホスティリウスね、ホスティウス・ホスティリウスの孫でして、アルバロンガに攻め込んだが親戚同士争うこともないだろうと、まあ三兄弟同士のね対決で勝敗を決することになって、ホラティウス兄弟の活躍で辛くも勝利を得るローマと。まあここまでが前回の話ですよね。で今回はここからね、その後も戦争に明け暮れるトゥルス・ホスティリウスですが雷に撃たれて死ぬと。でまあアルバロンガをね破壊したりとかね、全住人を連れてきたりとかをやったのはこの時代ですね。ユリウス家もここから入ってきたという話をしましたね。そして第4代目アンクス・マルキウスという、まあこれまたサビーニ系ですね、ヌマの孫ですね。ラティウムの平定とかね土木工事で活躍して、ここまではねローマ王の王政って割と穏当ですよね。次からが不穏になってくる。第5代王タルキニウス・プリスクス、エトルリア系がここで入ってくるんですよね。そして第6代セルウィウス・トゥルリウスに至ってはもうどこの子かももはやわからないけど、頭から火が出たからという理由でね寵愛されて子供たちを差し置いて王になってしまうと。それによって4代目アンクスと5代目タルキニウスの子供両方から恨まれるみたいな感じになると。でもこのセルウィウスねめちゃくちゃ優秀でローマの基礎を形作る身分制度なんかも整えたりしたっていうような話をしましたよね。だが娘トゥルリアとね、前の王の子供であるタルキニウス・スペルブスに王位を簒奪され殺されることになる。第7代王タルキニウス・スペルブス、あまりにも尊大すぎた、横暴すぎた、ローマが王政を捨てるには十分すぎた。続きは次回。さあ次は共和制になっていくという感じですね。なるほどと。まあ王政もねこうしてバーッと見てみるといろいろなんかねありますよね。まあこの後につながっていく話とかもやっぱねここを押さえとくと全然解像度違って見れるんじゃないかなっていう気もするんで、王政侮りがたしって感じがすごく改めて、勉強してみて思いましたね。はい、引き続きツイッターで民セカ100で、ハッシュタグ民セカ100でつぶやいて、もらえればですね、2022年の6月30日までにつぶやいていただければそれを全部拾って、読み上げて、なんかコメントするみたいなことを100回記念放送みたいな感じでね番外編でやりたいと思ってますんで、ぜひつぶやいていただければと思いますんでよろしくお願いします。以上ザビエルの頭黒く塗った男でした。